日本に来た外国人旅行者の多くが日本のトイレは気持ちよく使えると言います。その理由の一つはトイレが綺麗なことではないでしょうか。二つ目の理由はウォシュレットと呼ばれる温水洗浄機能がついているトイレの快適さだと思います。 ゴシュレットを初めて経験した人は、その機能の良さに大変驚きます。今日は、私たちが毎日お世話になっているトイレのお話です。トイレが綺麗な理由。外国人旅行者が最初に降り立つのが空港です。 空港で強く心に感じたことが、その国の印象を大きく左右します。日本にはいくつかの国際空港があります。その中の一つ、東京の羽田空港は、その清潔さが国際的に高く評価されています。世界の清潔な空港ランキング部門で、 何回も1位を獲得しています。羽田空港には国内線と国際線の旅客ターミナルがあります。国際線旅客ターミナルには利用者向けのトイレが全部で57カ所あります。57カ所の便器を合計すると大電気は416機。 小便器は262機になります。これらのトイレを1日あたり50人から55人の清掃員が巡回しています。よく使われるトイレでは1時間も空けずに清掃が行われているそうです。羽田空港では 見えないところまで行き届いた清掃を心がけています。そして、汚れをいかに早くきれいにするかを重視しています。羽田空港では通常の巡回清掃以外に、汚れの連絡があれば、24時間いつでも対応できる体制が取られています。汚れを見つけてから、 10分以内に清掃を終えるという目標があります。実際にかかった時間は平均9分だそうです。何という速さでしょう。このルールはトイレに限らず空港施設すべてに適用されています。世界一清潔な空港は 汚れやゴミの早期発見と素早い対応によって保たれています。また、羽田空港のスタッフの次の言葉から空港をどのように思っているかが伝わってきます。空港スタッフ全員が清掃員という姿勢で取り組んでいます。空港は自分の家ですから。 実際に全スタッフがゴミ袋を携帯していて、ゴミを見つけたらすぐに拾って始末します。空港が清潔に保たれる理由は、ここにもあったのです。清潔な環境や雰囲気づくりで一番大切なのは、スタッフ一人一人の思いと行動だと強く感じます。これは、 日本のおもてなしの精神と言えるでしょう。トイレの歴史。日本では、杭県の遺跡から約5500年前のトイレと見られる遺構が発見されています。川岸に杭を打って板を渡した、桟橋のようなトイレだったと考えられています。 排泄物は水に流されるというスタイルだったようです。平安時代になると野外で用を足していたタイプのトイレと違うタイプのものが登場します。当時の貴族たちは室内で居箱を使っていました。木でできた箱の底に砂が敷かれており、 排泄物は砂ごと捨てていました。一方、同じ平安時代、空海という層が解散した荒野山の寺院や民家では別のタイプのトイレがありました。谷川の水を台所や風呂場に取り入れ、余った水をトイレの下に流していました。 いわば原始的な水洗トイレです。このトイレは1936年に廃止されるまで長い間使われていました。その後、トイレは農業の発展において重要な役割を担うようになりました。鎌倉時代になると、 組取式のトイレが登場します。作物の肥料として人の排泄物を利用するためでした。江戸時代になると、組取式のトイレはさらに普及しました。江戸の町では、町人と農家の間で野菜と肥料の物々交換が始まりました。 やがて、江戸の町の肥料は、有料で取引されるようになりました。明治時代になると、欧米文化が日本に入ってきました。洋風な建物の中には、腰をかけるタイプの洋式トイレが設置されたものが現れました。しかし、当時日本のトイレは、 ほとんどしゃがむタイプの和式トイレでした。国産の洋式トイレは1914年に開発されましたが、ごく一部の建物に設置されただけでした。一般家庭や会社、学校などには普及しませんでした。また、 明治期までのトイレのほとんどは組み取り式でした。水洗トイレが普及するには、下水道などの整備が必要ですが、まだまだ十分ではありませんでした。その後、昭和になって、下水道や浄化層の整備が急速に進みました。昭和30年代になって、 水洗トイレが普及し始めます。また、洋式の水洗トイレも徐々に一般家庭へ普及していきました。トイレの進化。トイレの進化を代表するものとして、温水洗浄便座があります。今では一般世帯での普及率は、 80%を超えています。これは、もともとアメリカで医療用として開発されました。これに日本独自の工夫を加えた結果、現在のような製品になりました。温水洗浄機能の他にも、多くの新しい機能が開発されています。 自動で開閉する蓋、暖房便座、消臭機能、流水音を発し排泄の音を隠す機能などです。温水洗浄便座のトイレを使った法日外国人が家のトイレとして設置したという話を聞いたことがあります。温水洗浄便座のトイレの快適さが とても気に入ったのではないかと思います。日本のトイレの特徴。日本のトイレは外国人旅行者からとても高い評価を受けています。その理由は一体どこにあるのでしょう。一つ目は、トイレの進化で取り上げた高機能性です。 特にウォシュレットに代表される温水洗浄便座は世界最先端の技術を結集して作られています。多くの機能が外国人旅行者を驚かせ、普段から使ってみたいという気持ちにさせています。二つ目は清潔さへのこだわりです。 日本のトイレは一般的にとても清潔に保たれています。これは日本人の清潔さを重視する文化を反映しており、外国人旅行者に歓迎されています。最近では外国人旅行者の清潔に対する意識も高まっています。ある調査によれば、 約93%の人が公共トイレの清潔さを気にすると答えています。三つ目は、デザイン性と快適性です。単なる機能だけでなく、美しいデザインと快適な空間づくりにも力を入れています。トイレを単なる用を足す空間ではなく、 リフレッシュ空間と捉え、生活の中で大切な場所にしようとしています。また、大日外国人だけでなく、高齢者、障害者、乳幼児連れなど、多様な利用者に配慮したトイレの設置も進めています。四つ目は、観光地のイメージアップです。 日本では公衆トイレでも清潔さを保つよう努めています。ある調査によるとトイレが整備されきれいだと観光地のイメージが良くなると答えた外国人は7割を超えています。清潔で明るいトイレの存在によって安心して長い時間観光を楽しむことができます。 清潔なトイレの存在は観光地の魅力を高める重要な要素になっています。面白いトイレ。1、透明ガラスでできているトイレ。このトイレは東京都渋谷区に設置された革新的な公共トイレです。 このトイレには次のような特徴があります。電気が通っていると透明になる特殊な曇りガラスを使っています。通常は透明ですが、施錠するとガラスが曇り中が見えなくなります。夜間は公園の街灯の役割も果たします。 用を足しているとき、曇っているガラスが透明になったらと思うと、このトイレを使うにはちょっと勇気がいりますね。2. 水族館トイレ。このトイレは、兵庫県明石市にあります。個室の壁面と天井が水槽で覆われています。 魚たちに囲まれて、まるで海の中にいるような感覚になります。そんな幻想的な空間なので、どうしても長居したくなってしまいます。3. ガーデントイレ。このトイレは、千葉県市原市にあります。 世界一大きいトイレをテーマにしています。このトイレは自然を感じながら用を足せる設計になっています。女性専用ですがその開放感が話題になっています。日本各地にはまだまだ面白いトイレがたくさんあります。 これらのトイレは単なる用を足す場所ではありません。訪れる人々に癒しや驚き、楽しさを与えてくれる特別な空間になっています。ここまで日本のトイレ事情をお話ししてきました。皆さんは日本のトイレを使ったことがありますか もし日本を訪れた時の参考になれば幸いです。もしこの動画が気に入ったら、グッドボタンやチャンネル登録をお願いします。次の動画でも素敵な日本文化の話題をお届けします。それではまたお会いしましょう。